皆さん、こんにちは。今日の病気の学校は、ひどい虫垂炎ということで、インターバル手術について説明していきたいと思います。前回、たかがアッペ編ということで、比較的軽症の虫垂炎について説明してきました。今回は、重症のですね、結構ひどい状態になった虫垂炎に対して、インターバル手術という手術を最近やることが多い。ということで、この点について説明していきたいと思います。たかがアッペ編、そしてサラダアッペ編ということで、前回動画をね、まだ見てない方は、ぜひそちらも見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。まず質問が来ています。現在、虫垂炎で入院中ですと、ベッド上からの質問です。ということで、ありがとうございます。4日前から腹痛と発熱があり、CT 検査を受けたところ、虫垂炎と診断され入院しましたと。虫垂の周囲に、膿が溜まっているということで、まずは薬の治療で落ち着かせて、それから手術をした方が良いというふうに言われました。はい、現在入院2日目ですが、まだ痛みが強く、熱も出ています。食事も禁止になっていて、点滴で過ごしていますと。良くなる目処が立たずに不安です。さっさと手術して治してもらった方が良いと思うのですが、校長はどう考えますかということですね。はい、ではお答えしていきたいと思います。検査結果直接見てみないんでね、あんまり何とも言えませんけども、おそらく虫垂炎の炎症が結構強くて周囲に少し広がってるという状況なんだと思うんですよね。で、すぐに手術すると、まあ、回復手術って言ってお腹をある程度大きく切ってね、やんなきゃいけない手術になってしまったり、まあ、その傷口が化膿して治癒まで長引いたりね、場合によっては腸を長めに切って、普通だったら虫垂ってね、ちょっとだけ切れば済むのに、まあ、腸を少し長めに切ったりしなきゃいけなくて、まあ、そういった少し大げさな手術になってしまうかもしれないっていうことだと思うんですよね。で、その場合、抗菌薬ってね、抗生物質でまず炎症をある程度落ち着かせて、で、そしたらまあ一旦退院していいと思うんですけど、まあ、退院して何ヶ月か、まあ、平均すると3ヶ月前後ですかね。とか、それぐらい置いて、まあ、手術をするという方法があるんですね。そうすると、例えば腹腔鏡の手術ですごく傷が小さな手術でできたりとかね。まあ、このように腸を長めに切ったりしないで済むっていうのはメリットがある。まあ、それをね、インターバル手術と呼んでいます。最近結構こういう方法を取ることが増えてきています。で、まあ、まだ2日目っていうことなんで、もう少し抗菌薬で様子見て、で、落ち着いてくるようだったらね、もうその方法がいいかなとは思います。ただ、まあ、何日もやっててもね、例えば1週間も2週間も、まあ、熱が出て、どんどん出てくるとか、まあ、腹膜炎って言ってね、どんどんお腹の膿が広がってくるようなケースですね。そういった場合はもう緊急で手術する必要が出てくると思うんで、まあ、まだ2日目ってことでしたら、まあ、もう少し様子見ていいかなというふうに思いますけどね。まあ、ちょっとその辺も程度次第なんですよね。血圧が下がってきたりとか、まあ、そういうようなことがあるようだったらもう一刻もね早く治療する必要が出てくるかなというふうに思います。まあ、基本的にはね、そういったまあ特殊な例もあるんですけど、基本的にはね、インターバルでいけるっていうふうに外科医が判断した場合には、まあ、緊急手術よりもインターバルの方が、まあ、手術のリスクも低いですしね。腹腔鏡とか傷の小さな手術でできることが多いんで、まあ、こちらができそうなら、まあ、インターバルやっていくっていうのがいいかなというふうに思います。まあ、この辺の見極めもね、結構外科医によって多少違いがあるんで、その辺の、まあ、難しさはあるんですけども、まあ、そのような感じになっています。今日の手術の内容は、主に複雑性虫垂炎って言って、まあ、少し重症なね、虫垂の周りに膿が溜まってるというような虫垂炎について見ていきたいと思います。単純性虫垂炎って言って、軽症のものに関しては、前回動画ね、急性虫垂炎で手術と言われたら、たかがアッペ編の方を見ていただければと思います。で、インターバル手術について今回はインターバル手術のメリット、デメリットということでお話ししていきたいと思います。で、複雑性虫垂炎っていう言葉なんですけど、これ明確な定義はね、まあ、ちょっと物の方によって多少違ったりするんですけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、急性虫垂炎で、脳溶形成を伴うもの。これをね、複雑性虫垂炎っていうようなことが多いですと。で、まあ、虫垂炎っていうのは、まあ、前回説明した通り、まあ、盲腸からね、虫垂っていう、まあ、細長い、まあ、腸がピロロって出てて、まあ、ここは本来必要のない臓器なんですけどね。まあ、ここにバイ菌が溜まってしまうのが虫垂炎ですと。まあ、石が詰まったり、腫瘍ができたりして、ここが腫れてくるってことですね。今回、脳溶っていうのは、虫垂の周りに膿が溜まることを言うんですけど、まあ、これ虫垂がひどくなってくると、こう腫れがひどくなってきて、
で、これぐらいだとまだいいんですけど、だんだんね、こう、バイ菌が周りに、こう、染み出してくるっていうかね。で、この周りに、こう、膿が溜まってくることがあるんですね。この状態を、まあ、脳溶形成っていうふうに言います。で、これがさらにひどくなると、もうこういうふうにね、中性穴が開いちゃって、で、こう、ドロドロと中のものが出てきちゃうと。中のものっていうのは、まあ、言ったらうんちですからね。まあ、この時点でうんちっていうのはね、かなり、まだドロドロでね、液状なんですよ。で、大腸にこう、小腸から大腸に行ったばっかりなんで、こうまだね、便が柔らかくてね、で、それがね、ドロドロ出てきちゃうってことがあるんですよね。まあ、こういう状態になるとかなり危険な状態であるということで、まあ、ここまでね、完全に便がこう出始めちゃってると、ちょっとなかなか治り悪いんでさっさと手術っていうことにもなるかもしれませんけど、まあ、ちょっとその前段階とか、もう穴が開きかけてるというような状態でね、周りに膿が溜まってきてるような状態。まあ、こういうのをね、脳溶形成というふうに言います。で、虫垂っていうのをここちょっと拡大してこういうふうに見てみますけど、まあ、ここの部分が腫れるのが虫垂炎って言いましたけどね。まあ、その程度はね、いくつかに分類されてるんですね。で、軽症のものをカタル性とか、まあ、ちょっと腫れてるものを包括色炎性とか言ったりするんですけど、まあ、このあたり、まだね、そんなに炎症が強くないよっていう状況だと、これを単純性虫垂炎っていうふうに言います。で、重症っていうのは、まあ、こういうふうにね、かなり腫れてきて、で、まあ、血流が悪くなっちゃって、血の巡りが悪くなっちゃったりして、色がね、まあ、黒っぽくなってきたりするんですよ。まあ、そういう状態をね、エソ性って言って、もう虫垂がね、腐りかけてるっていうような状態なんですよね。で、これぐらいになってくると、もう周りにも結構ね、海とか汚いものが溜まってきたりする状態です。まあ、こういったエソ性とか、まあ、先行性っていうのはさっき言ったね、穴が開いて破れて、こうね、エソがひどくなると、こう、もう、組織が脆くなっちゃってね、穴が開いちゃったりすることもあるし、まあ、なんかの拍子にね、こう、パンとこう、破れて、弱いところが破れてしまったりして、まあ、エソに至らなくても、その前に先行してしまうというようなケースもあるんですけど、まあ、先行性ね、穴が開いてしまった状態。まあ、こういうふうに、まあ、かなり重症になってるもの、これを複雑性、虫垂炎というふうにも言ってるんですね。まあ、なので、今回、の話っていうのは、この複雑性の虫垂炎について、まあ、お話ししていきたいと思います。で、まあ、単純性なら、まあ、ここの虫垂切除って言って、ここだけピヨッと切って、もう本当にちょっとのね、部分切って、で、そこを縫い込めば終わりなんですけども、複雑性になるとですね、結構炎症がわーっとこの、盲腸のね、虫垂の根元から盲腸の方まで広がっちゃってることが多いんですよね。で、そうなると、この虫垂だけ切ってそこだけ縫い閉じるっていうのが結構難しくて、だから重症になると盲腸部に炎症が波及していて、で、もう少し大きくこうね、切り取んなきゃいけなくて、こう盲腸切除みたいになる時もあるんですね。で、これだったらまだね、盲腸切除でここ縫い閉じれば済むんで、まあ、これならまだいいんですけど、もっとひどくなると、開腸と、もうこの小腸とね、上行結腸で切って、で切って、こう、また繋ぎ直しするってね、開毛部切除っていうような手術をしないといけなくなっちゃうこともあります。まあ、こんな感じですね。で、切り取って。これ切ったままだともうね、こことここ分断されちゃいますから、こことここを縫い閉じて、で、まあ、繋ぐってことになるんですけど、まあ、そうするとやっぱり腸と腸を繋ぐとね、それだけやっぱり、縫合不全って言ってね、まあ、以前に大腸がんのところで説明しましたけど、腸と腸を繋いだとか漏れちゃうとかね、まあ、そういうことが出てくるんで、合併症の確率は若干高くなってくるということなんですね。なので、こういうふうに炎症が強いと、まあ、手術はやりにくくなるし、まあ、術後合併症の原因にもなると。ということで、複雑性は単純性よりも手術は難しいよと、まあ当たり前なんですけどね。まあそういうことになります。そこでインターバル手術の方法、やり方なんですけど、まずは、抗菌薬で治療して、炎症をね、十分に鎮静化させてから手術を行うという方法なんですね。そうすると、さっきみたいに、盲腸を大きく切ったりとか、開毛部切除とか、そういった手術が回避できる可能性が高くなってくるっていうことなんですね。で、まあ、抗菌薬でもちろんやってみて治らなければ、まあ、それはもうすぐ緊急手術になってしまうんで、まあ、このあたり、まあ、どれぐらいの程度でやるかっていうね、その判断がちょっと、まあ、外科医の立場からすると悩ましい時もあるんですけどね。これ抗菌薬で治るのかなって言って、まあ、なんとか治るでしょうっていうのをインターバルするんですけど、まあ、そう思って始めたんだけど、あ、やっぱり治んなかったわっていうことで、緊急手術が必要になる症例っていうのが大体 10%、20% ありますよっていうことなんですね。まあ、これは結局、
局ね、外科医の見極めにかかってるんで、まあ、上手に見極めれば、これはゼロにね、限りなく近づけることができますけど、まあ、逆に言うと、そうすると、まあ、緊急手術をたくさんね、やっちゃうってことなんですよね。まあ、何でもかんでも緊急手術してれば、当然インターバル手術の数は減り、そしてドロップアウトも減るだろうっていうことになるんでね。なので、まあ、この辺ちょっと良し悪しなんですよね。多少のドロップアウトが出ちゃうのはやっぱりしょうがないかなとは思います。で、まあ、鎮静化してから、だいたいね、まあ、長くても半年以内だとは思いますけど、平均まあ、2、3ヶ月ぐらいで、まあ、手術を行うっていうようなケースが多いと思います。で、もちろんね、この、一回落ち着いたと思っても、その待ってる間、例えばまあ、半年も待ってると、またなるっていうケースもある。それから、もう、腸閉塞とかね、別の、まあ、後遺症みたいなのが出てくる可能性もあるんで、まあ、そんなに長く開けるのもあれだしね、っていうことで、まあ、だいたい3ヶ月前後にやるという感じになるかなと思います。で、まあ、後で説明しますけどね、まあ、小児はね、インターバル手術のメリットが大きいと言われてるんですよね。なんで、まあ、お子さんの中性の場合は、まあ、インターバル手術を選択することが多いと。で、成人や高齢者にも、まあ最近ね、やられることが多くなってきてますけど、まあ成人高齢者だと今度ね、そこにガンが隠れてたりする可能性も出てくるんで、その辺ちょっと見極めが難しくなってくることがあります。で、インターバル手術をやるメリットね、もう一度説明しますけど、大体ね、術後合併症が、まあ複雑性の中垂炎であっても 5% ぐらいに減るって言われてるんですよね。複雑性の場合、もう最初から緊急手術をするということになると、まあこれはまあ、術後合併症 20% ぐらいあるっていうふうには言われてるんですよね。まあそんなに重症なものはありませんけど、皮膚がまあ可能したりとか、まあ手術後に胃残脳瘍って言ってね、まあ手術したところお腹の中に脳瘍がまだ残っちゃって溜まっちゃってるとか、あとは腸閉塞になったりとか、まあいろいろ、まあありますけどね。そういった、まあ術後合併症がまあ 20% ぐらいあるって言われてるものが、インターバルだと 5% ぐらいまで減るんじゃないかっていうふうに言われています。で、拡大手術っていうのはさっき言ったように、まあお腹を大きく切ってね。で、回毛部切除って言って、腸と腸を切ってつなぐみたいな、そういった大げさな手術を、まあ、しないで済むケースが増える。まあ、絶対しないでいいってわけじゃないんだけど、まあ、しなくて良くなるケースが結構多いと言われてるんですね。で、腹腔鏡の手術でできることも多いんで、まあ、インターバル手術のメリットは、この腹腔鏡下手術で中垂だけ取れば治るという、まあ、そういった例がね、多いということが大きなメリットになります。で、まあ、回復でやっぱり回毛切除になるっていうとね、結構大掛かりな手術になるんで、まあ、退院までの日数も長引くしね、まあ、術後の、まあ、痛みとかも強いかなっていうところですね。まあ、ただ、まあ、回毛部切除もね、そんなになんか大きな後遺症がある手術でもないので、まあ、絶対これがダメってわけじゃないんですけど、まあ、できる限り、まあ、小さな手術の方がいいでしょうっていうぐらいのね、それぐらいの意味ですね。あともう一つは、やっぱこれですよね。成人とか高齢者に関しては、まあ、中垂炎が、その、悪性腫瘍で、中垂炎を起こしてるケースっていうのがあるんですね。で、前回の動画でも説明しましたけど、単純性であっても、1% に悪性腫瘍が見つかったっていうね、臨床試験をご紹介しましたけど、これ複雑性で脳瘍形成してるようなものだと、もうちょっとね、確率が高くなるんですね。で、しかも40歳以上で複雑性ってことに関して言うと、まあ、物の文献ではね、もう 10% ぐらいの、まあその悪性腫瘍の合併があったっていうのは、まあ論文もあるんですよね。どういう症例にインターバルをしたかとかいうことにも関わってくるので、まあなかなかあれ、まあ一概にね、この数字は病院とかどの状況でも当てはまるわけじゃないんだけども、まあとりあえずその大人の場合はこういったことも注意してやらなきゃいけないんで、緊急手術でね、ぐちゃぐちゃになってるところで、まあよくわからず手術をしてしまって、後でガンだってわかるよりも、まあ最初からね、ガンだってわかった上で、大腸内視鏡とかやってね、癌の細胞が出たり、検査であらかじめ分かっていた方が、まあ、手術はね、うまくできますわ。例えば癌の場合だと、リンパ節郭清って言ってね、リンパ節を一緒に取ってこなきゃいけないわけですよね。でも、中垂炎の場合だと、リンパ節なんかあんまり取らないので、まあ、そういった手術のね、内容がだいぶ変わってきちゃうわけですよね。ですので、まあ、こういった精密検査を、まあ、術前にもうちょっとやることができるっていうのは一つまたメリットになるかなというところですね。あと、インターバル手術の、まあ、デメリットっていうことについても申し上げたいと思いますけど、まあ、トータルの入院期間はね、やっぱ長くなるんですよ。で、
平均、これも平均値なんで、まあ、なんとも言えませんけど、最初の抗菌薬治療はね、だいたい10日ぐらいは入院が必要だと思います。で、場合によってはね、これもっと3週間とかね、それぐらい入院してやった場合もあります。なかなか治らなくてですね。で、まあ、よっぽど途中でね、手術しようかなって、まあ、思いましたけど、まあ、なんとか、ちょっとずつ良くなってたんで、そのままね、粘って、まあ、治療したとか、そういったケースもありますから、まあ、大体一般的には10日ぐらいの、まず入院が必要で、で、一旦退院するわけですけど、で、その3ヶ月ぐらいに手術しましょうって言って入院して、まあ、そこはね、腹腔鏡下の虫垂切除で済めば、まあ、3、4日で済むかなというところですけどね。ただまあ、やっぱりそこで開門部切除が必要になりましたってなると、1週間ぐらい入院が必要になったりするということで、まあ、トータルの入院期間がやっぱ長くなるんですよね。まあ、途中で、まあ、こういった緊急手術などというドロップアウトのね、症例、これまあちょっとバタバタしますよね。まあこうなると、だったら最初からやっといた方が良かったじゃないっていうことになるんで、まあこれが一つのデメリットですよね。まあ抗菌薬が効かなかった場合ね、まあ余計に日数が経っちゃうと、まあ、重症のまま何日かほっとくことになる、ほっとくってわけじゃないけど、まあ重症のまま何日か置いてしまうと、まあ手術も難しくなるし、患者さんの全身状態とか栄養状態も悪くなるしってことで、まあ、余計に条件悪くなって合併症増えるんですよね。なので、まあドロップアウトに関してはすいませんって感じになってしまいます。あと抗菌薬はね、結構、まあ治すために、まあ広域スペクトラムって言って、結構その広範囲のばい菌に効くような、やや強めのね、抗菌薬を使うんですよね。なので、そういった、まあ、副作用っていうのがあるかなと思います。広域の抗菌薬。まあ、例えば耐性菌ができやすいとか、あとは腎機能障害を起こすとかね。まあ、こういった、あとは他にもアレルギーとかいくらでもね、言い出せばキリがないんですけど、まあ、そういった抗菌薬の副作用もあるでしょうっていうようなことが言えますね。で、インターバル手術ね、抗菌薬である程度良くなりましたと言った時に、まあそのまま、こう、やっぱ手術いいですって言って、結局やらないってね、人もたまにいらっしゃるんですよね。前回動画で言ってたのは、いわゆる薬で散らすっていう意味ね。あれに関しては単純性の話なんで、単純性の場合は、まあそれでも6割ぐらいの人は5年間の間に再燃がないから、手術しなくてもいいんじゃないかって話をしましたよね。でも今回はね、ちょっと状況が全然違くて、複雑性ですよね。かなり、もともと広がるという海が溜まってるような状態の人なんですよね。なので、その段階で手術やっぱやめたって言って、たまに外来とか来なくなっちゃう人がね、手術で入院まで予約取ってたんだけど、入院日に来なくてね、音信不通になっちゃうみたいなケースもまああったと。まあ僕自身はないんですけど、そういった話も聞いたことありますけど、まあ、こうね、逃げちゃったかなみたいなことが、まああるわけですけども、これやらないとどうなるかっていう話なんですけど、まあ、やっぱりね、複雑性の場合は単純性よりもさらに再燃率が高いんじゃないかなとは言われてます。ただまあ厳密なデータはね、あんまりないんですけど、というのもまあ何度も言ってるようにね、外科医によってこのインターバルの緊急手術の判断って多少違うんでね。だからなかなかそのデータも、自分に当てはまるかどうかっていうのは別問題なんでね。ただまあ、想定するに 10% 前後のやっぱ再燃率があるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。1年ぐらいの間でね。その複雑性の場合は。なんで単純性よりも再燃率が高いだろうということで、持続合併症のリスクがね、インターバルだと炎症が落ち着いてればかなりね、安全にはできるようになってくるんで、まあそういう意味で再燃率とのこのバランスを考えると、やっぱり待機的に手術を受けた方がね、まあいいんじゃないかという、そういった意見がまあ優勢です。なので、複雑性の場合、抗菌薬で効いてインターバルしましょうねと言ってて、良くなりましたと。で、3ヶ月後手術しましょうねって言ってたんだけど、やっぱり手術しなくていいですかってこの質問多いんだけど、まあやっぱりやった方がいいですよとは一応説明してますと。まあそういったことですね。あと、あ、そうそう、これね。大人の場合は特にね、そういった脳余計性の中性は癌の可能性もあるので、まあ、そういった意味も含めて一応手術はしておいた方がいいだろうというふうには思います。だから、まあ勝手にいなくなっちゃうみたいなね、病院と予約取ってたんだけど、まあ、来なくなっちゃうとか言うと、まあ、また今度なんかあった時にかかりにくくなっちゃうんでね。なんで一応まあそういうことは、しないで、検査だけでも受けてね。もし本当に手術どうしても嫌ならどうしても嫌だって言えばいいだけのことなんでね。まあそういう感じで、一応検査をしっかりやっといた方がいいかなというところですね。ということで、複雑性虫垂炎のまとめです。複雑性虫垂炎は、
すぐに緊急手術をするパターンと、インターバル手術をする場合がありますと。で、インターバル手術の方が、手術はより安全で、低侵襲。低侵襲っていうのは、傷が小さい腹腔鏡手術とか、開門部切除をしないで、中水切除で終わらせることができるとか、そういった体のダメージが少なくできるんで、まあ、できれば、インターバルができるんだったら、インターバルしといた方がいいですよ、ということですね。ただ、脳瘍がかなり広がっててとか、まあ、かなり痛みが強くてとか、いろいろ状況によっては、もちろん緊急手術をせざるを得ないこともね、たくさんあるんで、まあ、その辺は外科医の判断次第です、ということ。まあ、インターバル手術のデメリットとしては、治療時間が長くかかるということが一つあります。で、子供さんね、小児ではインターバルが一般的になりつつあるけども、成人の場合は腫瘍の可能性もあるんでね、まあ、この辺をしっかり注意して、検査を事前にね、やっておくといいでしょう、ということですね。まあ、こういったことが、急性虫垂炎、複雑性の急性虫垂炎の話ということになります。ということで今日の動画はこれでおしまいです。いかがだったでしょうか。またこのようなね、皆さんに役立つ情報を日々発信していきたいと思っていますので、このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。わからないことがあればコメント欄に書いてください。可能な限り、お返事したいと思っています。それではまた。